ありがとう。いや、今日はね、まあ、いつもなんですけど、一人喋りなので、たくさんコメントというか、話題をください。話題と質問をいっぱいください。いっぱい答えます。じゃあまずは、前回メンバーからの宿題に行きたいと思います。前回 前回メンバーからの宿題は、与田祐希さんがなんとですね、できたらフラミンゴのモノマネしてハートという宿題をいただきました。そして下には全部ミンゴのせいという可愛い絵文字付きで宿題をいただきました。これですね、私、皆さん、フラミンゴのその、なんだろう、鳴き声みたいなのって聞いたことあります？私、なんか動物園でそのフラミンゴの声を聞いた記憶が意外となくて、ないなと思って思い返してみたら、なのでどうしようと思ったんですけど、やっぱりね、本家のあのフラミンゴ様を見るより、与田祐希さんのフラミンゴのモノマネを見るのが一番、なんかやっぱり先輩のリスペクト、依田さんリスペクトになるんじゃないかなと思ったので、依田さんの 投げ呼びでね、フラミンゴのモノマネしていたのをちょっとリスペクトしてやってみたいなと思います。動物の鳴き声やるの初めてだ。どうしよう。ちょっとなんかあったかい気持ちで、あったかい目で見て、終わった頃にはたくさん拍手をお願いしますね。ゴー、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 ゴー。今すごいなんか冷たい目で見て、コメント見つけちゃった。 めっちゃ恥ずかしい。初めてやりました。初めて記念日です、今日は。 でもまあちょっとフラミンゴはね、恥ずかしいので一旦あれなんですけど、この間なんとね、与田さんとね、焼肉を一緒に食べに行ったんですよ。 ちょうどこのお話ができた。依田さん、なんかずっと1年くらい前かなに焼肉をね、行ったことが、一緒にね、行かせていただいたことがあったんですけど、って言ってたんですけど、なかなか予定が合わなくて、で私もやっぱ先輩なので自分からね、そんな行けないじゃないですか。でも依田さんめっちゃ優しくて、なんか何食べたいって聞いてくださって、焼肉がいいですって言ったら、もう美味しいお店を、なんか依田さんが知ってる美味しいお店をたくさん送ってくださって、この中でどこがいいっていうので、もう予約から何から全部ね、依田さんがやってくださって、すごいね、幸せな一日でした。本当にもうね、めっちゃなんかね、なんだろう、依田さんってすごい先輩なのに、なんかなんだろうな、本当にフランクに喋ってくださるので、もうね、本当にいつもすっごく助けられてますね。 与田ちゃん先輩してる。そうですよ、もう私は一番、なんだろう、お世話になってる先輩なので 私ね、だから与田さんとなんかいつかその一緒にね、2人でなんかお仕事するのがすごい夢で、
だから何でしょうね、例えばで言うとなんか一緒に雑誌に2人でそういうなんか姉妹企画みたいなのに出てみたいなって思ってたり、あとはそうだな、ユニット曲をいつか2人で何か披露したり、夢です。叶えたいですね、いつか。 はい、そんなこんなでちょっと一旦ね、恒例の乃木曜日選手権をねやりたいと思います。あ、ちょっとだけ質問じゃなくてコメント読もう。ユニット見たい。嬉しい。私もなんかゆるふわな感じの可愛い系なユニットがやってみたいです。じゃ早速ね、乃木曜日選手権をやりたいと思います。まずは競技は36枚目シングル「チートデイ」発売にちなんで36秒チートデイ計画リストです。おお、こちらの紙に36秒間でできるだけチートデイにやりたいことを書いていきます。週の中で最もたくさんチートデイの計画を立てられたメンバーには素敵なプレゼントが贈られます。ということで、はい、今週の結果をまずは確認していきたいと思いますね。今週は依田さん一人だけなので、じゃん、依田さんはですね、4つ4個という結果ですね。チートデイが気になるね。 じゃあ私も早速やっていきたいと思います。この紙とペンで、これ自分でタイマーを押すのかな。いきます。よーい、スタート。全部ひらがなで書いてる。使うことないからすごいびっくりしちゃった音に。 はい、じゃあじゃん、こんな感じで書きました。全部ひらがなにしちゃった。どう？ね、これは寝る、食べる。 やっぱりね、人はいっぱい寝れば寝るだけ、何でしょう、お肌もねめっちゃ綺麗になると思うし、なんか心にもね、ちょっと寝るだけで余裕ができると思うので、もういっぱい寝て元気を蓄えたいですね。続いて食べる、私は食べることすごい好きなので、もうカロリーとかね気にせず食べたいですね。なんかスケートやってたので、もうね本当にカロリーを毎回なんかもう考え、無意識に頭の中で計算しちゃってて怖いですね。続いて洋服を買う、今日もね実は洋服を、秋服かな、をいっぱい買ったんですけど、やっぱりお洋服が大好きなので買いに行きたいと思います。あとはスイーツを作る、なんか最近まだ移せてないんですけど、実行にすごいお菓子作りをしてみたいなっていう欲があって、なんかスイーツ好きだからこそ自分好みのスイーツ作れたらいいなと思ってこれにしました。で、旅行に行く、海外旅行に行きたいです、いろんなところに。で、最後は部屋の掃除をする、私なんか部屋の掃除するとさ本当にさ、なんだろう、いろんなさ運気がめっちゃ良くなる気がして、だからね
ちょっとでもね、なんか物が床とかに、なんだろう、散らかってたら全体の流れも悪くなる気がしちゃって、結構頻繁にお掃除するように最近はしてます。ってな感じで、何個だろう、6個、6個でした。良いのか、一旦喜んどこう 6個でした。じゃあ木曜日のところに名前を書いて数字を書きます。ということで、投げ帯選手権でした。いやー、投げ帯選手権ってさ、なんか毎回ね、本当に私生活だったらさ、やらないようなことがいっぱいチャレンジとして課されてるから、すごいなんか楽しみだよね。ドキドキしちゃう。どうでした？いっぱい質問してくださいね。一人一人だと心細いので。シンガポールの思い出は、あ、そうだ、その話をしましょう。昨日ですね、8月21日水曜日に36枚目シングル「チートデイ」が発売になりました。わーい、皆さん MV は見てくださいましたか？ MV ね、そうだ、何から話したらいいんだろう。この間ね、この間、先日オズワルドさんのラジオにお邪魔させていただいた時にで、お邪魔させていただいたんですけど、その時にちょっと空き時間にね、オズワルドさんと一緒に、なんとこの「チートデイ」の MV を一緒に見たんですよ。それでもうね、なんかお二人がめっちゃ面白くて、その一緒にね MV を見てたんですけど、あ、この子知ってる、この子知ってるって、5期生が出てきた瞬間に毎回嬉しそうに指さすんですよ。もうそれがなんかすっごい微笑ましくて、すごいなんか幸せ空間でしたね。あとは この子知ってるって面白いね あとはお父さんだな、本当に。そうだよね。あ、そう、シンガポールの思い出はなんかいっぱいあるんだけど、本当にね、一日中海にいたのね、やっぱダンスシーンを撮るために。で、本当に朝から夜までいたからさ、もう直射日光、海外のすごい紫外線の強い直射日光をずっと浴びてたから、もうなんかいかに日焼けしないかっていうのをみんなで、そう、日焼け、そうなの、いかに日焼けしないかっていうことをすごい考えてて、みんなね なんかもうどのくらいだったかな、でも日焼け止めってさ、意外とさ、そこまで多分塗るものじゃないじゃん。だけどみんなその、なんか、なんだろうな、30分か1時間に1回は塗り直してた めっちゃ塗ってたよ。だからなんか意外とね、思ったより焼けてなかったりしたよね。すごいよね、30分か1時間に1回日焼け止め塗り直すって あとはあれだな、神奈川さんとシンガポールでたくさんお話しました。意外となんかこのチートデーまで喋る機会というか接点があまり意外とねなかったんですけど、今回チートデイでね、なんかがっつりお話しさせていただいて、もう本当になんかお姉ちゃんみたいに優しくて、もう神奈川さんすごい、ファッションすごく好きな方じゃないですか。だからもうすごく気が合って。
ね、インスタライブも一緒のテーブルで、やったーって二人で喜んでましたよ。お、ショールーム花火大会2024。何？さっきまであったっけこれ。かわいい。もともとあったっけ？今できた？私さ、花火大会さ、今年見れてなくて、ずっと見たかったから、なんかめっちゃ嬉しい。すごい、花火が 花火が飛んでる。すごい、なんかいっぱい景品が飛んでくる。 みんなが花火打ち上げてるの？めっちゃいいじゃん、すごい。わあ、花火、すごい、何これ、すごい、なんか最新技術ってすごいね。あ、そう、あとね、君にリト聞いてくれましたか皆さん。 そう、君にリトのちょっと裏話があって、リド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 ってすごくない？あれさ、私初めて聞いた時に一番最初に思ったのが、とっても早口だったから、これろれつ回るかなっていうのが一番心配で、あと息がね続かなくて、もう息を吸う隙間がないのよ、あの曲。そう、すっごい早口なの。多分ね、聞いてくださったら分かると思うんですけど、リドリドリドって、そう、サビもね、めっちゃ大変で。そうなんですよ。クビンセスポーズして。クビンセスです。そう、ゆめきさんがね、軍団長となって、私たちを率いてくださってるんですけど、なんかゆめきさん、プリンセスが好きみたいで、特にシンデレラ？そう、シンデレラが好き、お好きみたいで、で、私もシンデレラが好きなんですよ。だからね、なんか勝手に、その、プリンセスと首が長いっていうのにかけて、クビンセスになってるのが、なんかちょっと、可愛いと思って、ときめきました。あ、そうだ。何やったらいいんだろう。そう、で、待って、一個喋りたいのあった。カウントダウン TV 見てくれた人いるかな？あの衣装めっちゃ可愛くない？私あれ大好きなの。それこそさ、劇場版のさ、シンデレラみたいじゃない？なんか、水色のふわっとしたドレスで、蝶々がいっぱいついてて、めっちゃ可愛いよね。わかる。水色めっちゃ似合う。嬉しい。ありがとう。丈が揃っててすごいね。私もそれめっちゃ思った。身長さ、みんな全然違うのに。すごい。本当に均一だったよね。メガネ姿みたい。あ、そうだ。今日はちょっとメガネを一応持ってきました。なんか変だったらやめようと思って。一瞬だけ。みんながさ、なんか私服の写真とか送ったら、それサクタンのメガネって、すごいメガネかけてるの見たいって言ってくれたから、ちょっとだけかけようと思って。でも嫌なの、メガネかけるのが。だから30秒か1分ぐらい、みんなが褒めてくれたらちょっと伸ばそう。 どうですか？離れてみよう。メガネ4、5でき感、お、嬉しい。4、5できそうですか？なんか4、5できって言われるの嬉しいよね。最高。すごい褒めてくれるじゃん。優しい。かわいいです。ありがとう。なんかでもね、みんなを喜ばせるためにね、これも持ってきたのよ今日。じゃん。このなんか、クマの帽子。めっちゃ可愛いのこれ。じゃあちょっとメガネ外しちゃうね。バイバイ。はい。この帽子がめっちゃ可愛くて、いいですか？
ボンドエイドの MV の時からメガネ好き。嬉しい。あれだよね、あの消しゴム拾ってあげない子のやつだよね。懐かしいね。この帽子さ、なんか韓国で流行ってるらしくて、すごい可愛くて買ってしまった。合ってるかな、かぶり方。どうですか？どっちのが好き？みんなメガネと。なんかさ、前髪が難しい。似合ってる。嬉しい。大好き。嬉しい。帽子、両方。いや、嬉しい。やっぱさ、こういうのってさ、どっちが好きってさ、聞いちゃうんだけど、どっちもって言われるのがね、一番嬉しいから。メガネもかけてください。ダメですよ、どっちもは。何もしなくても好きです。嬉しい。そんなこと言ってくれるの？ありがとう。嬉しいな。両方よ。優しいね、みんな。どう？最近さ、見えぐりなかったじゃん。だからみんな寂しくしてないかなと思って心配だったのよ、私は。だから今日いっぱい質問今してください。答えますよ。偉いです、本当に。頑張っててね、みんな。すごく暑いじゃないですか、毎日。だからなんか本当に、なんだろう、この暑さの中でみんなね、一日中お仕事してるの本当に偉いと思う。だからなんかいっぱいアイス食べてほしい。 とりあえずアイスを食べてほしいな。 いいよ、なんか答えるよ、いっぱい。リアミ投げました。あ、そうだよね、リアミもうすぐある。嬉しいよね、私もめっちゃ楽しみ。もうね、リアミでこの服着、お洋服着ようっていうのを考えましたよ。早いね。そう、今週の名古屋公演、私もめっちゃ楽しみ。ね、土日だからね、楽しもうね。おすすめのアイスは？すごいアイスの質問来てる。アイスは、本当にね、何でも好きなんだけど、なんか最近ハマってるのはやっぱり夏だから、結構なんか甘い、その濃厚系よりなんかひんやりしてる方がいいなと思って、最近マンゴー味のアイスにはまってます。で、この帽子かわいい。なんかさ、耳みたいになってんの、このなんだろう、クマさんみたいだよね、これ。ウィンクください。いいよ。マンゴー美味しいよね。わかる。ハーゲンダッツは高級品ですか？いや、ハーゲンダッツは高級品ですよ。やっぱりね、なんかたまに食べる特別感がすごいいいじゃないですか、ハーゲンダッツは。なのでちょっとね、お仕事うまくできたなみたいな日に買いますよ。特に期間限定が好きです、私は。ハーゲンダッツの。さきたんはかき氷屋さん行かないの？そう、なんかね、意外とね、流行ってるじゃん、かき氷。現代版のさ、なんかもう、これもかき氷なの？みたいなさ、くらいいろんなさ、具材とか乗ってたりするさ、てんこ盛りかき氷が今流行ってるじゃないですか。でもね、意外と私、その、なんて言うんだろう、なんか、お祭りとかにある、本当にめっちゃシンプルないちごのかき氷とかが一番なんだかんだ言って好きだから、意外とね、行かないんですよ、かき氷屋さん。でもおすすめあったら教えてほしいな。そんなこんなで、あと4分になってた。次回メンバーさんに宿題考えよう。ちょ、ボサボサになっちゃった。考えよう。次回のメンバーがなんとですね、なんと小川彩ちゃんなんですよ。
なので、みんなが小川彩ちゃんにやってほしいことあったらね、聞こうかなと思ったんですけど、思いついちゃいました今。 あれにしよう。やっぱりね、今週はこの伝統を引き継いでいかないといけないなと思ったので、フラミンゴのモノマネを。 アーヤのさ、モノマネって見たことないかもね、意外と。めっちゃ可愛いんだろうな、楽しみ。フラミンゴのモノマネして。できました。じゃん。フラミンゴのモノマネして。一応ここに、私がやってみて難しかったので、ごめんね。てんてんてんっていう言葉を入れさせていただきました。 楽しみだね。でもアーヤはね、きっと何でも可愛くやってくれると思うので、すごく楽しみです。アーヤのあれがね、モノマネが。 また、まあごめん、今週の野球部選手権、もはやフラミンゴでいいんじゃない？ 本当だよね。本当に。みんなやってるもんね。私さ、意外と、あれだわ、モノマネ、持ちネタないから、なんか、やっぱ一個ぐらい持ってた方がいいなって今日思った。傘忘れてない？そう！そうなの。今日ね、朝ね、なんか、今日こそ傘持ってくぞと思って、傘持ってったら、なんか一瞬だけ晴れちゃったから、あ、今日いらないんだと思って、家に一回わざわざ置きに行ったのよ。そしてまた外出たらもうめっちゃ土砂降りで、私雨女なのかなって今日ちょっとちらっと思いましたね。難しいね。あと1分だ。みんなありがとう、お話ししに来てくれて。まださ、夏休みさ、ちょっとあると思うから、みんな好きなことできるといいね。私も、モバメで、なんか、これ楽しかったよってことあったら、送るね。あ、スクショタイム？どうしよう。これってなんか帽子とかした方がいいのかな？じゃあ一旦なしで。なんだろう、あと。じゃあ、せっかくだから、どっちもやってからバイバイしよのちょっと。無言な時間をどうしたらいいかわかんない。あ、ちょっと一瞬メガネだけじゃあしてバイバイしようかな。30分になっちゃったから。ああ、寂しいね。次、ミーグリで話せるまで。みんな元気にしててね。じゃあね。バイバイ。来てくれてありがとう。大好きだよ。またねー。